じゃあ一晩泊めてもらえる？お言葉に甘えて。八神さん、もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ？ん？いや、どうかな。本当？じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる？つくもくん、八神さん来たよ。何かあったのか？ええ、八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。あれはですが、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物って何の？中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画データが入っていました。動画データ？内容は？江原が御子柴博を殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。でもおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけ？ええ、ただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータです。ビデオで言えばマスターテープ、フィルムならネガに当たるでしょう。合成などいかなる加工も入ってません。どういうこと？なんでそう言えるんだ？実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ。普通に店で買えるものではなく、書き切り型媒体と言われるものです。例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。その特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されます。つまりこの御子柴殺害動画は加工されてないと言えるのです。じゃあ今度の控訴でも証拠になる？ええ、検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。少なくとも出どころ不明のネット動画とは一線を画します。ねえ、もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？そこまでは保証できません。でも桑名さんが危険を冒した理由はこれで説明がつきます。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ、八神氏。桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。ええ、ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずです。桑名さんはおそらく八神氏にこの証拠をどう使うかも含め全てを委ねたんじゃないでしょうか。公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれなかった。だから全て八神氏に託したのですよ、きっと。なら俺の答えは決まってるよ。俺は御子柴殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。江原や桑名、その教え子たちにな。
それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。この SD カードはその突破口になりうるものだと思います。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。だな。すいません、あのマッツンか、なんでここに？さっきミスケンの奴らに聞いて、八神さんがこの探偵事務所にいるって。何かあったのか？ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ、それで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。少し込み入った話のようですね。どうぞ座ってください。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。やべえ連中とつるむようになったっていうのは？最近東京から来た半グレ、 RK ってやつらにナンパされたみたいで。なるほど。それで？チヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです。八神さんのこととか。まあ別にそれぐらい構わないけどさ、でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組み抜けたヤクザたちだ。やっぱやべえやつらなんですよね。どうした？茜、そいつらに聞かれたらしいんです。八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろって。え？それであいつ高田の名前を出したらしくて。なんだと？茜もさすがになんかまずいと思ってその後俺に電話してきたんです。八神さん、なんか RK と揉めてんですよね。もしかして高田が狙われるなんてことあります？高田さんと連絡つくか。それが電話つながんないんです。茜の方は？あ、そっか、電話しています。もしもし、まっつん。茜、お前今どこ？小芝先生のところ。は？ RK の人たちと一緒に小芝先生の死体が見つかった建物に来てるの。なんで？マッツン、もう八神と会った？え？なんでそれを？八神だ。そっちに高田さんは？いる。八神さん、高田です。助ける。八神か。遊びに来いよ。場所はわかんだろ。誰だ？誰でもいい。すぐこっちに来い。早くしないと高田ちゃんにいたずらしちゃうぞ。やめろ。どういうつもりだ？来たら教えてやるよ。わかってんだろうが、刺すにチクったら俺らは消える。重慶たちは死体も出ねえ。お前ら自分が何してるか分かってんのか？急ぎな。なんだよこれ。マッツンはここにいろ。つくも、海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。あと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。さすが、頼んだ。行こう、八神さん。いいぞ。もしもし。八神氏、つくもです。今ドローンが現場に到着しました。高田さんと茜さんが男たちと一緒にいます。数は約20。海藤さんと東は？連絡しました。現場に向かってくれています。わかった。
八神だ。タモ、RK の奴らだって相馬もいんのか。それはまだわかんない。ちょっと待った、つくもか。お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか。最高だなお前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか。この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ。こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん高田さんもな。どうやって助けんだ。俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか。誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う。なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ僕の手があるんだ。おい、あれ。こちら異人町は横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ。顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。
だ。準備が整いましたぞ。ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、俺が巻き込んだようなもんだ。悪いのはお前じゃない、 RK のやつらだ。その次が俺かな。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。ごめん、コーダ。じゃあ、私もう帰るから。相馬。何？誰？茜、戻れ！え？一人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ？お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ、俺ら。はあ？あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか、八神。ああ。そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ。でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。必要悪？ああ。例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリジリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、桑名も似たようなこと言ってた。やつと違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手汚すたびに秩序は保たれるんだ。
この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越場殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ、おっと、そう生きり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら痴漢のやつ、その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。白崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。そうな。あかね、あかねちゃん、なにこれ。ペイント弾？大丈夫か？あの野郎。よかった、心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、全部いっぺんには無理だ。まずは江原の控訴で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、タボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？マジで？急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。